日本語先輩です。うどん屋で何々おろしうどんを食べた。カッコに入るのは次のうちどれでしょう ?A、うどん屋で物相おろしうどんを食べた。B、うどん屋でぶっかけおろしうどんを食べた。C、うどん屋でぶっ飛びおろしうどんを食べた。D、うどん屋でぶっちゃけおろしうどんを食べた。正解はどれでしょうか正解は B のうどん屋で ぶっかけおろしうどんを食べたが正解となります。ぶっかけ pouring cold b r o h over to うどん。写真のような冷たいうどんの上に食べる前に冷たいつゆをかけて食べるものがぶっかけうどんのスタイルとなります。